マーサー様。アーサー様、例のものが活動を始めたようです。よし、これより謎の巨人を迎え撃つ。アーサー様、キャメロット上空に突然鳥の体の内部に、おそらく巨獣はおそらく。よう、元気だったか、アーサー。メリオダス殿、私
長殿、ひとまずこれを返しておこう。剣技解放。古に封印されし魔人の王直属の精鋭部隊。この圧倒的な化け物が動き出したのは、その実戒が3000年の封印から目覚めたため。そう申されるのですか？すぐには信じられねえだろうけど、全部本当の話だ。3000年前の決着をつける日が、もうそこまで迫ってるみてえだな。そういえば、白夢の森に若い聖騎士様が入っていったことがあったの。私は妖精族の男と巨人族の少女の妻が暮らしている。そんな話が残っているんだ。人が魂を抜かれて抜け殻みたいになっちまう事件が起きてるんだよ。どうやらバーニャの部屋でまた何か問題が起きてるらしいな。元の騒動はおやっぱり。こんな事件で聖騎士様は、私はカラスの大体を信じる。カメロットのアーサー王は剣の腕前が相当なものらしいな。見てみたいものだ。悪用はどうにぶかい。